おはようございます。40日目の朝です。もう40日か。昨日はここ国名海岸にテントを張って寝ました。昨日はいろんな人に会ったり、で、夜食べたピザがめちゃめちゃ美味しくて、なんかこう頭の中が興奮してて、普段もう9時ぐらいには寝ついてしまうんですが、12時近くまで目が結構冴えてました。朝はいつも通りだいたい夜明けとほぼ同じタイミングで起きて、でもうご飯も済んでるんで、本当は釣りもしたいところですが、少し小雨が降ってて、今は止んだかな。島の天気っていうのは本当にコロコロ変わるっていうんでしょうか。予報では今日の夕方から雨が降るっていうふうになってたんですけども、もう朝から少しパラ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 降っていて、テントがまあ濡れてる感じです。で、その今日の夕方から降る雨が明日も降り続くみたいなので、今日はここでのんびりすることにしようかなと思ってます。で、行く先をちょっとどうしようかっていうのを考えてて、このまま海岸伝いに島の南の方に行こうと思ってたんですけれども、昨日お会いした世界一周を自転車でやったという方が、こっから先の上り坂はマジでえぐいですよと いうふうにおっしゃってて、地元の方もやっぱり同じようなことを言ってました。普通車で行くのと軽自動車で行くのとではもう全然変わっちゃうぐらい、その坂がきついと。で、まあその自転車世界一周の方が言うってことは、やっぱりいろんなところに行った話も聞いたんですけど、それこそ中央アジアの標高4、5000メートルのところまで自転車で登ったような人が、きついよっていう坂なんだから、まあきついんだろうなと。とりあえずそこをまあ押して登るの覚悟でトライしてみるか、一度市街に戻って、58号線、国道58号線はまあまあ整備されてて、そこまで道がきついということもないらしいので、そちらを通っていくことにするのか、結構心が揺れてます。海沿いに進んだ方が、例えば釣りをすることもできたり、あとはまあ景色ですよね。58号線の方っていうのは、その比較的楽には行けるけれども、山の中を突っ切っていくような道なんですね。ですからまあ景色としての面白みには多分欠けるんじゃないかと いうことで、どうしようかってのを考えてます。あとはその世界一周の方が僕の自転車を見て、もうほぼ一目見てぐらいでおっしゃったのが、これだと登りきついでしょうと。僕の自転車のギアでも、一番軽いギアっていうのはかなり軽い、ギア比ってやつで言うと1よりもちろん小さいぐらいなんですけれども、とことん登りでもうその足つかずに登っていこうとするんだったら、もう少しその後輪のスプロケットに履かずの多い大きいスプロケットに変えるともう一つ楽になりますよと。
いうアドバイスをいただいて、多分もうスプロケットとを変えてもいいかもしれないタイミング、まだまだいける感じですけども、まあ別にもう変えてもいいかなという感じでもあるんで、次その後輪のギアの部分を交換するときは、そういうのをちょっと自転車屋さんにも聞いて探してみようかなと。ただあとはそのより軽くなるギアでちゃんと互換性があるかどうかっていうのは大事ですよね、きっと。マルコは昨日ここに着いてからなかなか冒険をしてたんですけれども、川の護岸を多分飛んだと思うんですけど、1メートル以上あるところを飛び降りて川沿いをうろうろしたり、砂場のすごい斜面を下ってよじ登ったり、そういえば旅行の3日目ぐらいで行って以来、ドッグランっていうのに行ってないので、連れてってやりたいな。そっか、あるかな大島に。ちょっとそれは探してみよう。昼ご飯にテンションが上がる。40日目の夜ですけれど、今日はちょっと蒸し暑いかな。多分夜になってもちょっと蒸し暑いなって感じるのは40日目で初めてですね。ビーチにテントを張ってて、本当は風を通せばすごく気持ちいいはずなんですけど、雨が今は止んでるんですけど、降ったり止んだりしてる状態なんで、一応テント出入り口2箇所あるんですが、両方ともそのフライをちゃんとクローズした状態にしてるんで、風がそんなに通らないんですね。だからマルコも普段だと寝袋の中に入ってきて寝るんですけど、今日は入ろうとしません。別にハーハー言ってないんで、そこまで暑いってわけじゃなさそうです。もうちょっと気温が下がってくれるといいんですけど、だから多分雨が降らない日であれば夜24度ぐらいでも、この前と後ろの出入り口はメッシュのドアにできるんで、風が通りさえすれば過ごしやすく
なるはずだと思います。で今日明け方にかけて気温は18度ぐらいにまで下がるらしいん で明日は多分1日あまり気温が上がらないような予報になってるんで、明日はその代わり雨が降ってきた。音聞こえますかね。うん。多分明日は一日テントの中で停滞する感じになりそうです。おやすみなさい。マルコたまになんか寝言言ったりとか、寝てるはずなのになんか尻尾がブン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 してる時があるんですけど、どんな夢見てんのかな。多分犬って夢を見てると思うんです。なんかいい夢見てたらいいな。どんな夢だろう。